めっちゃ綺麗だね、これ。そうなんだ。すごい。めっちゃ迫力あるね。ねえ。気持ちいい。これで満足じゃない？帰るか。帰ろう。本気にするね。いやいや、満足じゃない、今日も。満足。ね、帰ろう。すごいわ。博士、これなんか。下手なんだ。下手。ありがとうございました。動画カバーがなかったらね、 CM ぐらい食うぞけど、振り付けるやつ、そんなの何やってくれる、やるやるでしょ。はい、9時15分。今日は笹ヶ峰、下津池登山口の方かな、最上側の方、笹ヶ峰には行かないんですけど、くつかけ山の方に歩いていこうと思ってます。本日のパーティー、サブリーダー、はい、おはようございます。ヤマピー、おはようございます。おはようございます。初めての登山口やね、2人とも。はい。で、くつかけ山も初めてやね。はい、多分。まあごとごと行きましょうか。はい、はい、めっちゃ綺麗だね、これ。すごい。やっぱ雨がほら多かったき、水量が多いわ、うん、ここ通って初めて見るもこんなん。そうなんだ。うん、すごい。めっちゃ迫力あるね。ねえ、気持ちがいい。最高やね、これ。最高。すごい。これで満足じゃない？帰るか。帰ろう。またまた。本気にするね。いやいや、こんな満足じゃない、今日も。満足。ね、帰ろう。帰ろうか。本気にするね。すごいわ。博士。はい。これなんか根っこの影になんかなってますよ。これなんすか？これはすごい貴重ですよ。貴重？これは今下津なんですけど、下津にしか生息していない。下津池ね。下津池。下津池にしか生息していないと言われる下津池コシカケだけ。下津池コシだけ？コシカケだけ。でした。ありがとうございました。いや、いいと思うね。いいと思う。はい、9時48分。水分補給ですか？水分補給。今日の水は何ですか？クリスタルダイザー。また一緒じゃん。軟水やね。高度36やろ。豪華。2円だよ。老眼？老眼じゃない。老眼じゃん。まだそんなに来てないけど。柔らかい、今日も。やっぱりゴクゴク入っていくね。柔らかい気。引っかからん気ね。そういうことでね。そういうことだと思う。そのカバーがなかったらね、CM ぐらい食うろうけど。何の見かからん気ね。今日ちゃんとほら。うん、暑い時は体を冷やさん方がいいがなかったっけ。そんな関係ない。え、振り付きでやって、振り付きでやって。そんなの何、そんなの関係ねえ。振り付きでやって、やらちょ手だけで構えんけ。ヤマピーやってくれるで。やるよ、やるよ、やるよ、うん、シンクロしちゃって。さすがやね、そんなの関係ない。もういいですか、行きますよ。はい。
また水？めまいがするが、本気で。うん、心配。本気で。だから心配。聞くよ、また後ろで。ほんと心がない。最近ほんと心がないがって、ヤマピー。なんて言うわ、ヤマピー。心配。ほら俺も心配。マッキー心がないがいつものことやけんだよ。ヤマピーまで心がないになっちゃう。ほんとにめまいがしてしんどいがやき。心配。心配。ヤキちょっとほら、休憩も多くなってくるやんか。まだ暑いしね。整った？ちょっと整わんきよ。うわ。もうちょっと広い心で言うてくれんかい？心配。細かにしかしやせんやんか。人も手前がするっていうのにも。もうちょっとで分岐やけ、そこで休憩所がしっかりした。そうしよう。早いや、まあ、見てみいや。そういうことやんか。そういうこと長いあんた。何が？そうしようや。何やねんこいつ。博士、はい、これなんかここにもあるけど、ちっちゃいなんかありますせ。はいはい、わかりますこれ。はい、何すか。これは笹神にしか生息していないと言われているシャビチョビ竹ですね。シャビチョビ竹。シャビチョビ竹。シャビチョビ竹。シャビチョビだけ、うん、笹上の冠に名はいるが、笹上ね、シャビダメダメやん。チョビだけ。笹上ね、シャビチョビだけでした。シャッシャとなってるしね。シャッシャとなってるしね、はい、綺麗は今日もないね。シャビチョギ、チョビチョゲ、シャビチョビ、シャビチョビだけだけ、はい、ありがとうございました、はい、あ、難しいね。めっちゃいいところや。なんだここ。すごい涼しそうやし。ええところやね。うん、あれ？ええところやね。ね、休憩。ここ分岐。違うきよ。もうちょっとやけど、ええところが見たき、ええところ見てもらおうと思ってよ。うん、どう？まあまあ、うん、あ、普通。え？あれまで。さっきのほら、前の滝の方が良かったよ、めっちゃ。そりゃそうやね。雨が良すぎたき、特に。はい。じゃあ、しょぼいみたいです。すいません。はい、10時24分、分岐、右に行けば丸山荘経由で笹ヶ峰と、で左に行けば靴掛山と、休憩しますか、やっぱり。やっぱりここで休憩しようって言えへんかった。はい、そうですね、そのためにちょっとペースが上げたんで、じゃあゆっくり休憩しましょう。ちょっとだけ腰を据えて。はい、はい、10時38分、休憩終わって歩き出しましたが、ちょっと汗が引いて、汗冷え、うん、チックになってない、大丈夫？うん、まあいい感じ。いい感じ？ちょうど？うん、ちょうど。で、なんならずっと平坦な道やけど、これ、怖くない？怖いね。山登ってないで。急に来るんかな？はい、これはまた分岐。靴掛山はこっちやね。うん、西山越え？越し？うん、越えやね。越え？まあなんかそっちっぽいけどね。でもこっち長いね。まあまあ稜線までパッ。こっちは何やろうね。書いてないがなんちゃ。それキャンプ場やね。それ違うか。まあなんか。あ、そこで終わりなんかな。うん。かそっから直に降りていける場所かもしれんね。うん、まあ稜線まで一気に行きましょうか。はい、11時1分分岐になるのかな。ここは あっちか、あっちやと思うな。ここが分岐か。ちょっとガスが出て幻想的な感じになってきましたが、そう、後ろの方行ったら丸山荘にね、ぶち当たるというね。ここからいよいよ稜線に出て靴掛山、多分最後つづら登りやなかったっけ、急登ですが頑張っていきますよ。はいよ。これガスケええ感じやね。なんか景色見えなさそうやけど、ね、めっちゃいい感じね、幻想的。はい、もうちょっとです。はい、11時12分、ここもクモの巣や。ずっとガス
雲海ならず雲中の中をずっと歩いてますが、雲中って言葉も本当はあるかよ、だから雲の中長よ、だからこれひょっと笹ヶ峰の方に行って高度上げたら、ここら辺がね雲海に見えて、めっちゃ綺麗やったろうね、めっちゃ綺麗やったかもしれんね。ちょっとチョイスミスですね、引き返す、残念、引き返す、2時間かけたら笹ヶ峰行ける、そうしようや、マジで初めて聞いた、そんな行く行く、そうしよう、ほんま行こう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 、行かんか、え、行こう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 、アップで飛んだっちゃう、やる気になっちゃうかと思ったに、やる気になってない、ほんま雲海は見たいよねやっぱり、いやでもこれ多分向こうから見たら雲海、これ見てみや、なんかぽいやんか、ねえ、まあぽいしかわからんけど、まあピークバフ見に行こうか、うん、あと30分ちょっと笹ヶ峰までね、じゃあじゃあじゃあ靴掛け山、あ、靴掛け山までね、はい、うん、行きましょう、うん、はい、笹ヶ、すっごいガスで、行くで、一面でガス、え、どうぞ、はい、チーズ、もうちょっと撮りたいな、はい、チーズって写真撮るよ、うん、写真撮りよ、写真撮りよ、サブリーダーほな撮りよるわ何が面白いガス、もう一回、もう一枚、そういうことあるかい、もう一枚いきますね、はい、チーズ、オッケーもう本当にこれガスだらけで、うん、あ、ごめん、うんちゅうです、うんちゅう、行く気、うせた、ここでランチしようや、ここでここで取り付きピーク取り付き手前ね、うん、ランチ、ね、ここでのランチはないわ、ない、うん、けどなんかまあかテンションが落ちるが分かっちゅう、うん、俺もそうやし、だって行ったところで綺麗な川見えそうにない、そうヤマピーだけは行きたいが、え、そんなそう、まあ行ってもいいけどピーク反対やけよ、まあちょっとやけ行こうか、あと20分、ありがとう、今から急登、最後の急登登っていこうかっていう手前でパン、うん、なんなん、うん、なんなん、クロワッサン、ベルゲン、うんうん、美味しい、うん、はい、ね、おいしい、なんで食べるかったっけ、お腹すいたけ、パワーが電気、うん、で急登登るのしんどいやん、でその前にパン、うん、変わる、変わるよ、本当大きな違いで、うん、みんなにも推薦したい、推薦したい、こういうのは大事やと行動食やきね、大事よね、ほうほう、うん、お腹すいて登る、今かな、今かな、うん、今、私は今、あ、そうか、うんうん、まあ自分が今と思ったら今よね、そうそうそう、うん、勉強になります、ごめんよ、この道中やけんど、ごめん、ほんまで、草むらの中やきよしかも日光出たら暑いし、まあ、うん、まあ一個で済ますけ、はい、うん、じゃあお願いします、すいません、はい、はい、うんうん、他であったような花やね、博士、はい、これなんていう花ですか、これなんかこの間やったような気がしたんですけど、やった、でもここは靴掛け山ですよ、ね、もしかしてこれ靴掛け山でしか生息せんが、これも靴掛け山どっかで見たような気がする、まあこの横にちょっといろいろあるんで、いろいろ靴掛け山にしか生息してないですね、うん、靴掛けピンピン木花、靴掛けピンピンキーバナでした。今日一やね。これが今日一長い。ありがとうございます。これが今日一長い、ね。一番っぽかった。ねえ、うんうん、ねえ。これ出ますか。どこですか。見え、マキが見え。すごいガスや。すごいガスやね。うんちゅうです、これが。もう疲れた。あと、10分弱。弱？弱。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー？メイビー。で、ピークでね。はい。よし。メイビー。はい、12時5分靴掛け山到着、お疲れ様でした、やった来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 た、はい、はい、来た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 って来た来た、やっと着いた、お疲れ様でした、疲れた、
はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ氷のやつやりますか。そのまんま。はい、もうそのままやりますよ。そしたら、今日は急登で雲中の中、くつかけ山まで登頂することができました。くつかけ山登頂をお祝いして万歳参照したいと思います。ご賞お願いします。はい、万歳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 。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。はい、12時52分。今日はなんか山頂でピークでいろんな出会いがありましたね。出会ったね。さっきの方もね、いろいろたくさん喋っていただけたし、その前のね、全校パーティーともね、一緒に万歳できたし、そうやね、まあご飯もそれぞれゆっくり食べたしね、ゆっくり、久しぶりやね、ゆっくりした。そうやね、ゆっくりしたが久しぶりやね、頂上で。まあさっきまでチラッと見えたけど、ガシでまた見えになったけど、笹上でもチラッと見えたし、まあ下山しましょうか。はい、まあ、じゃあ下山開始です。はい、はい、はい、1時56分最終の分岐、下津池の方に降りていきたいと思います。そのまま降りていきますよ。はい、じゃあ頑張って、あとちょっとです。あと40分コースタイム。はい、はい、2時38分、車が見える登山口付近まで帰ってきました。今日は、笹上家の最上側のね、下津池登山口の方から、くつかけ山に登っていました。やっぱりね、ガスが溜まりやすい山域というか場所なんで、漏れなくガスが充満してなかなか景色が見えなかったんですけど、少しね、晴れ間が覗いた時に、笹上のピークとか、赤地山系が見えたので、まあこれでよしとした、よしとせないかん感じなんでしょうかね。まあでも久しぶりにちょっと急登も含めて長い時間歩けたんで、いいトレーニングになったと思います。そしたらゴールしたいと思います。よいしょ、そしたらゴール、お疲れした。はいよ。はい、お疲れした。イエーイ、お疲れ様でした。はい、お疲れです。お疲れです。お疲れです。なかなか今日は長かったっす。長かったっすね。